本日は、坂行くトレーニング動画を、手玉でやってみたいと思います。まずは子供はボールを前に運んでいきます。親もバックステップで後ろに下がります。この時に距離感を大切にしてください。できるようになってきたら、しっかりと相手を見ておく。相手との距離を大切にしながら、止まった瞬間に方向をパッと変えて取られないで相手をかわす。相手の足が届かない場所から方向を変えて相手をかわしていく。手玉で本日やってみたいと思います。今回の練習は、相手との距離感を大切にして、相手をうまくかわせるようにしようっていうところがポイントになります。相手との距離が近いと足が届いてしまうので、相手の足がギリギリ届かない、そういった距離を意識して、ドリブルをしていきます。親がバックステップで下がっていくので、その距離感を保ったまま子供は親についていく。で、いつでも相手が来てはかわせるようにということを意識してドリブルをしてみましょう。今回は手玉を使うので相手を見なくてはいけないですし、ボールが不規則に動くのでボールも見ないといけない、そういった難しいところに発展しますが、楽しみながらやってみましょう。ではやってみます。よーい、スタート。距離感は一定に保ちながら、不規則に動くボールを、コントロールしながらドリブルしていきます。よーい、スタート。普段意識しないような体の動きやボールに合わせた動きというのが、手玉を一つ使うことで、そういった調整力、とっさの時の対応力、そういったものも合わせてトレーニングができますので、ぜひやってみてください。